フェイトグランドオーダーピックアップ召喚やっていきましょう。さあ今日のピックアップ召喚はこちら、燃焼石を使ってひよこちゃんのピックアップ召喚。何々？星5のひよこちゃんセーバー、あ、欲しいな。星4のひよこちゃんバーサーカーも、なるほど、出現率がアップしてる。オリジナルの霊装もあるみたいだね。そして、あ、俺一体いくら課金したんだ？燃焼石が無限大だぞ。さあやっていこうか、まず。あー、どうしようかな、もう10連で回しましょうか。さてさて、召喚。来い、二次演出、来い。お、金枠。これ、な、クラス何？あーちゃんのひよこちゃん、よーし。いい菜箸だ。ちゃんと触媒にチキンラーメンを用意したぜ。お、このクラスは？あー、冷蔵でした。チキンラーメンか。まあでもね、これ結構イベントでボーナスがつくんで、卵のボーナスがつくんで。さあ今回のカードは、お、ライダーの、お、水着さ、水着ラーメンやったー、サーバントだ一応。水着サバ来たー。すごいな、今回神引きかもしれんぞ。お、かぶった、宝具レベルが上がる。いよいよ、いよいよ。あー、星5なかなか来ないかなー。サーバントか霊装かわかんないぞこれ。ローソンだー。ローソンで指定の商品を買うと FGO のクリアファイル、リオエクリアファイルと引き換えができるぞ。ただちっちゃい店舗だと対象商品自体が売ってなかったりするから気をつけろ。まあ普通のチキンラーメン丼ぐらいは売ってるかな。あのパック、袋パックのやつとぶっ込み飯が、ぶっ込みはしなかった今日寄ったちっちゃい店舗。お、これはなんかバリバリしてるけど、もしやこれは、あー違った、これ演出の変わりあんのか。水着ひよこちゃんばっかりだよ。さ、サマーなひよこちゃん、さよちゃんとでも呼べばいいか。さよさん、お、まさか、お湯入れられちゃう。この傷は何でついたんだ。来い、何か来い。7匹のひよこちゃん、これキービジュアルか。これでもうほぼ終わりかな。あー、これも冷蔵か。これは経験値素材かな、ステータスに。よ、俺を呼んだか。ちょ早い。クリックとかさ、なんかね、こっちのタイミングでやらせて。共有、ちょっと単発心に、あ、単発召喚しようとこの画面に戻るかと思ったらチキンラーメンのサイトに戻っちゃうっていうね。ということで、FGO とね、ひよこちゃん、チキンラーメンのひよこちゃんがまさかのコラボと。で、今ローソンでさっき言ったキャンペーンがやってますと。もう10回召喚でどんどんやった方がいいね。で、これスキップがね、スキップ強の俺にとってはなんと辛い。パッと回したい、パッと回して。新規のやつだけ確認したい。あー、ダメか。セーバー来たー。最優のひよこサーバント、
これ剣じゃなくてこれは麺が絡まってんのか。お、アサシン、アサシンのひよこちゃん、おしごだ。あとまだゲットしてないのはランサーとキャスターと、ライダーばっかり来たからね。キャスターひよこちゃん生まれたて。これ麺が飛び散ってるのか。チキンラーメンに乗せた卵はさ、なかなか綺麗に。あ、ランサーも手に入った。これを割り箸だ。卵ポケットに入れてもなかなか作れないけど、あれなんかコツがあるんだよね確か。お湯の入れ方だか蒸らし方だかなんだかに。嫌いじゃないけど俺は卵入れない味の方が好きかな、チキンラーメン。でチキンラーメンって一回食うと飽きるんだけども、なんかまた食べたくなるんだよね。後ろのさ、背景の演出のっていうか、この絵面がさ、麺だよねこれ。あとこれはすぐ飽きちゃうけども、ベビースターラーメンのように、マスター、あなたに我が麺を捧げよう、ベビースターのようにさ、ボリボリとそのまま食べるのもまたよしだよね。キャスターひよこちゃんだ、卵ポケットの思うままに。ちちち、麺かスープか。よし、これで一応一通り出したかな。一覧、ツイッターとかフェイスブックでシェアすることもできると。でちょっと取り込み範囲上見えてないと思いますけども、このチキンラーメンのサイトから行けますと。これがクリアファイル、ここら辺かな取り込み。全国のローソン急げ、ひよこちゃんの夢のノート。ひよこちゃんが自分がサーバントになったらみたいのね、書いてあるあれですよ。で今はもう大丈夫かな、この動画が上がってる頃は。俺がねこの動画撮ってるあたりはちょっとみんながやりすぎてて、サイトが重くなっちゃっててね、なかなか召喚できなかったんだけども、やっぱイベント初日ってそうなるよね。みんなもよかったらひよこちゃん今ピックアップ召喚やってるんで、ガンガン回してください。爆死することもないよ、課金することもないよ。ただ本編で使えないのが残念なんだよな。なんかさ、なんかほんと冗談キャラでいいからなんか欲しいよね。でもな、歴史上に、まあチキンラーメンは歴史あるけども、まだ英雄たちと比べるとまだちょっと足りないか、英雄度が。100年先ぐらいになったらもしかしたらね、チキンラーメンのひよこちゃんもう英雄化して人々の胃と心を満たし続けたという英雄となってね、その頃のフェイトシリーズにはもしかしたらいるかもね。そんなことを夢見て今日もチキンラーメンを食べたいと思います。ということで、フェイトグランドオーダーひよこちゃんピックアップ召喚でした。おしまい。